いいことだね。違うの。そうだけど、そうじゃないの。あれは、あの顔はね、特別な意味で好きって顔なの。ねえ、ビクトール。外の世界って、こんなに騒がしくてうるさいもんなんだね。思ってたよりずっと楽しい。全部が新鮮。なんか、結構ぶっ飛んでる感じの子だな。やっぱ、お嬢様だから？ルンってその触覚みたいな？あ、ジロジロ見ちゃいけん。エッチ。ごめんマジ。もういいよ、ミエさんの班行けよ。え？えじゃねえよ、しらじらしいわ。ずっとミエさんの方見てからに。俺説得頼まれちった。もし山田に彼女できたら泣くやつとかいいんだろうな。学校は荒れそう。そのため今までのパルスの政治で条理に合わぬ悪性を正すつもりだ。まず奴隷を解放しようと思う。ヨナは16になるんですよね。大きくなったな。で、イル陛下とハクはどこです？ご挨拶しなきゃ。あの、初めて一緒のクラスになるよね。私樋口。私目が悪くて、前の席変わってくれない？私もジロー君が旦那さんだったらよかったかも。なんちゃって。そろそろ渡辺さん帰ってくるよね。羨ましいですわ。あなた方にはあんなに必死になってまで離れたくないと思ってくれる方がいらっしゃるのね。幽霊が見えるなんかよりずっとその人たちの声や恐ろしい顔が頭に一日中流れ込んできて。だってかっこいいから、なるみちゃん。それに友達になりたかったから。ああ、それならマスターキーで開けさせてもらったよ。私の七つ道具の一つでね。この鍵に開けられない鍵はないんだ。じゃあ誘いに行く？あ、だって小村くんと一緒がいいんでしょ。チラッチラ小村くんのこと見てんだもん。あなたのおかげで私は人間未満から人間になることができました。マスターにもよろしくお伝えください。それはその時誰か近くにいるからだと思う。今だと大谷くん。そうか。うん。毛まみれ。ネーミングセンス皆無ですね。仕方ないね。私が見せてあげるよ、本物の自助力ってやつを。ずっと見てるわ、あなたのこと。私は魔王の伴侶になるらしいから。これ、ミエさんのじゃね？トイレの手洗い場んとこ置いてあった。めっちゃどきついよこれ。これで全部。そうなら本体と合流して。やりましょう。こんな奴に時間を取られるわけにはいかない。配信をご覧の皆さんと家族みんなの応援にしっかりと応えられるように頑張ります。だから聞いてください。あなたが挑戦すると言った時点でこうなるだろうと予測はしていました。じゃあ仕方ありません、私も入ります。やったー。普段のアイカツと全然違うからすごくびっくりして、でもすごく楽しかった。来てよかったです。ルーグ兄さん、この先私の残った人生はあなたを助けるために使うわ。いや俺アズマね。何、なんで小村君って思ったの？最初から考えることをやめていたんだね。そうだと思った。眼光が違うね。やっぱ演劇部2年次期部長の兼近です。岩倉さん、演劇部に興味ないですか？なのに何も知らない綺麗な目をしている。その澄んだ瞳のまま精一杯生きてくれよ牛丼。だから名前つけちゃダメだって。それで俺嬉しくなって、本当だ母さんの言う通りだって言って振り返る。あ、これお袋の記憶だ。まだ目的である友達ができたとは言えないが、考えようによっては結構変わったのかな。マジな話、クロコッチのことは尊敬してるんすよ。こんなとこじゃ宝の持ち腐れだって。ね。
どうすか。小村くん、今日は本当にありがとね。え？今日たくさん小村くんに助けてもらっちゃったなって。どうしたらいい？触んないで。え？触られるとどんどん好きになっちゃうじゃない。私はこの世界に興味はないわ。くだらない召喚物の漫画やラノベのように元の世界の知識を使ってどうこうするつもりもない。ね、寝てるし。いろいろ買ってきたんだけどな。起きてんじゃん。私の使命を果たそうとしているだけですが、無理して来ていただかなくても対処できましたのに、それは大変ですね。あなたは DA に必要とされてるからいいですよね。私には私の居場所はもうここにはない。というか神様、どうかこの時間を終わらせないでください。今日はとてもいい夜だ。渦み火のようにしめやかだがとても暑い。ゆっくりしていくといい。いえ、自分これが仕事っすから。では自分郵便をお届けするリクスと言います。僕は僕でいられる、そんな気がしてる。だからユウト君が見つけた君と一緒に船に乗ってみたい。そうか、シノアキはこれをしたかったんだ。僕も探さなきゃ。